今回は、いつもチャリンコ乗ってる3人で小屋さんでございます。お願いします。お願いします。お願いします。ツイッターとかでね、よくチャリンコ乗っけてる画像を3人で上げてるんですけど、うん、まあ、絶対やっただろうっつってめっちゃコメント言われてますね。嘘。はい、言われます。俺めっちゃ言われます。あつめちゃん撮って。あ、まあヒーラー気味かもしれない。ああ確かに。まあそっちはあれさ、最近俺とヒーラー気味もね、あの遊びすぎててそっち説までねささやかれてるから最近。え、だってさ、ほぼほぼ毎日一緒にいません？まあ一緒に暮らしてると言っても過言ではないよね。ああ、私が一緒に住んでる話も終わっちゃった？もしかして。うん、あの初目じゃなくてヒイラギミュー説ありますよ、一緒に住んでるの。え、どうします？ヒイラギさん一回ちょっと俺とヒイラギさんでご報告動画っていうなんかとんでもない、なんかああなるほどね、まあそういうのもあるよねみたいな動画。女の子飽きちゃったか。いや、女子受け良くなるかもしれないね、そしたらね。あ、確かに。なんかあれじゃね、夏コミとかに本出されんじゃない俺ら。薄い本、薄い本、オパミュー、オパラギっつって、オパラギ、オパかけるラギっつって。お揃いだね。お揃いだね。あ、お揃いだね。あ、お揃いだね。なんで、お揃いだね。匂わせ。そうだよ。プンプンよ、プンプンよ、プンよ、プンプン。え、ヒイラギさんはなんかオパシさんが、はい、アツレちゃんと一緒にいすぎでしょって言われるのは、まあ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 、まあ、あるじゃないですか。はい、そのご報告動画をまたそっち出してるし、はいはいはい、ヒイラギさん、初音ちゃんと何かありましたかみたいな聞かれました？全然聞かれないね。なんで？なんで？え、でも動くちゃんとは一線越えたでしょってかなり聞かれてだるがってたじゃん。あ、それは聞かれる。うん、そう。え、なんでだろうね。いや、動画一緒に撮ってないからじゃない？二人で撮ったりとかしてないからじゃない？ああ、二人では。確かに私二人で撮ったのおぱさんの最初初回だけですよ。あ、まあ確かに動くちゃんとなんかデート動画みたいなのは上げてっから。うん、だからなんか聞かれるんじゃない？ああ、なるほどね。イライさん、はい。木を隠すなら森の中っすよ。どういうこと？つまりみんなやってないからこそ一人ぐらいやっててもバレないです。ああ、なるほどね。 あ、じゃあ二人はやってる感じなんだ。ああ、俺らはやってます。え、ちょっと待って。あ、やってるんだ。あのね、まだね、はい、なんか、ヒラギさんとなんかあったんですかって言った方が私嬉しい。なんでだよ、殴るあ、殴って殴って。なんでヒラギさんの方が嬉しいの？いや、なんか、え、もうおぱっさんは、あ、おぱっさんねってなるやつだ。そうそうそう。でもなんか、ガチ感ある方がちょっとエッチでよくない？なんか、もしかしてみたいになった方が、エッチじゃないですか、単純に。はいはいはい。なるほどね。え、じゃあ、かなりガチトーンで、もしワンチャンにやるんだったら、おぱしじゃなくてヒイラギミューって裏で言ってた話していいんですか？思って。え、そんなこと言ってたの？そんなこと言ったっ たっけ、私。マジ？いや、おぱしさんはないから。どちらかといえばヒイラギミューってガチトーンで言われて。俺の悲しみを言われますっていいですか？いや、まあ、だってそうじゃないですか。いや、違う、おぱしさんは優しすぎる。絶対女の子殴んないでしょ。ああ、やめていただいていいですか。僕も殴んないんで。性癖のマッチング、え、でも首は絞めるでしょ。だから性癖で見た時にどっちとの相性がいいかってやったら絶対ヒイラギさんなんですよ、多分。はい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 。いいの、おめでとう、ヒイラギミュー。いいの自分。いや、でもなんか、いや、そういうガツ感出せるとちょっと気持ち悪いっすねってなるからやめてほしい。マジムカつくわこの女の子。本当に気持ちいい。じゃあなんて言えばいいんだよお前。例えばね、じゃ女の子とその、はい、じゃヒイラギさんが、はい、なんかこう実はなんかあるみたいな感じの時は、いや、じゃあちょっと何々ちゃんで冗談で言うよりかは、なんかそうやって、はい、いや、お前まだお前なんてありえないわって言ってるのに、実は裏でめちゃめちゃラブラブみたいな方が燃える。あ、なるほどね。リスナー目線で見た時にね。なるほどね。やっぱ俺らダメなんだって、そういう風に茶化しちゃうじゃん俺ら。あ、確かに。そう、表も裏もないじゃないですか。うん、あのプライベートでよくチャリ乗ってるからこそ分かる、いつも二人ともその感じだから。うん、それもいいとこではあるけど、なんかちょっとこうドキドキというか。はい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 。ヒイラギさんって意外性がないんだよね。そう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 、お、びっくりしない。わざとそうしてんだよね、おばあさんね、俺らね。そうっすよ。ひつめちゃんがドキドキしないように。そうだよ。だからお前 LINE 交換す公開するか。
何のじゃねプライベートで俺らが会うときに俺の方からなんか変な期待しないでよねって俺から言って言ってなくない？言ってないでしょ、そんなこと言わないで。なんもないから期待しないでよね。ひろみさん俺 LINE で言ってましたよね。言ってた。それ何の時？いや、あの俺ん家来た時。そうあ言ってた。あのあれか、家来でもいいけど期待しないでよね、そういうんじゃないから、うん、そう男から言うからね。途中で帰りましたからね、私ちゃんと始発出る前に。え、ひろみさん、あれひろみさん帰った後戻ってきましたよ。あ、マジで？嘘でしょ。ねえ、内緒にしようって言ったじゃん。俺んちの前のマックで時間潰してるねってLINEが裏でピコーンってきて、ひろみさん帰ったらLINEしてってピコーンって。嘘でしょ。内緒に、な、ねえ、そういうこと言うからひろみさんまたオタクみたいになっちゃうんだよマジ発明嫌いごめんね。いいや。そうね、ヒイラギさんのバカデカ声めっちゃ好きなんだよな。なんでだ小学生の男の子怒った時みたいで可愛いな。バカにされたら、はい、バカにしない、バカにしない、可愛いよ。いやでも、いやガチでさ、我々自転車競技部ですか、はい、なんか発足して、ね、マジ超健全だなって思うんですよ。部活のノリ思い出すもんね。あのチャリでさ、それぞれパーッと帰ってってさ、じゃあ自分ここまっすぐだからみたいになって、あ、私右ですってお疲れみたいな、ピャッつって。あ、そうそう、あのさ、別れ際エモいっすよね。青春の、またねって。そう、青春の汗をピャッて払いながら、じゃねっつってパーッて帰るみたいな。わざと止まったりしない、曲がり方違って。そうお疲れっつってさっそうと駆け抜けてくっていう、うん、だからこそ続いてんだろうな、自転車競技部よ。うん、イラクさん最近チュメ悩んでるらしいんですよ。何悩んでんの？なんか最近炎上しなくなっちゃって、私のコンテンツが面白くなくなってるんじゃないかって悩んでるんですよ。あー、なるほどね。それはあるかも。独特っすよね、最近炎上しなくなったってことは私終わってんじゃねみたいな。あー、うん、なんか単純に、うん、話題にしてもらえないじゃないですか。はい。好きなゲームしてさ、ファンのみんなにさ、ちみちゃん今日も可愛いね、ゲーム上手だねって言ってもらってさ、来週分まで動画撮っちゃったって、私こんな生活でいいのかってなんか なってる。いや、なんか もっと頑張んなきゃって思っちゃうんですよね、私。そこでなんか炎上しないとみんなに気づいてもらえなくなっちゃうんじゃないかって思って、どうしていいかわからんくなっちゃう。君ちゃん、アドバイスしてあげて、ひらぎさん。して、任せ。楽しんでりゃいいんだよ、お前目先の数字とかな、そういうなんかリスナーにどう思われてるだろうかっていうのを考えすぎても、うん、まあ、そういうマーケティングみたいな意味では大事だけど、うん、でも考えすぎて自分が辛くなって仕事をできなくなったら本末転倒だからな。あ、まあ確かにそれはそうですよね。自分が仕事してて、まあ、楽しいって思えなかったら結局長続きしないと思うよ俺、うんうんうん、それこそおもろくないけどなんかとりあえず金のために淡々とやろうみたいな、はいはいはい、のが一番なんかリスナーに透けるし良くないと思うわ。めっちゃ透けますよね、それは、うん、それができてんだったら別に炎上してもしなくてもいいと思うんだよね。でもね、最近ね、面白いですよ、 YouTube やるのも。お、じゃあ大丈夫だよ、ね、楽しいよ。楽しめてんだったらもう大丈夫だよ実際チュメちゃんは自転車乗る量が増えてからさ、うん、あの例えばお薬だったりとか やむ時間だったり、男に乗る回数は減ったの？男に乗る回数ちゃんとそういうメンヘラの治療には役立ってんの？あ、でもその変なこと考える時間が減ったというか、まあ、疲れてちゃんと夜寝れるようになった。お、30近いですけど、あの、はい、なんか仲いいひらぎさんとおばさんに動画回さずに会えて、はい、なんかそのこの年になってこんな公園でブランコ乗ってキャッキャ遊ぶみたいなことするんかみたいな、こう楽しいことをして夜、疲れたって言ってお風呂入ってベッド入るのは超幸せ。ひらぎさん、この年になってっていうのはひらぎさんが30歳であることを今バカに。違う、そうじゃないねえ30歳独身無職ひらぎみを今バカにしました。絶対バカにしましたよね、今ね。バカにしましたね、自分が若いからって。ひらぎさん、私が本当にバカにしたと思ってます？思ってないよ。ちょっとバカにしたよ。うわ、マジ嫌い。殴られてもう絶対一緒に自転車乗んないから、マジ。本当に本当にいいの？うん、私はおばさんと二人でひらぎさん、いいの？俺チュメと自転車に乗っちゃうよ。手に乗っとけごめんってひらぎさん。いいよ。
ありがとう。ヒイラギさんさ、ヒイラギさんが無言で中指立てるのマジで好きなんですよね。なんかさ、こうやってさ、3人でさ、自転車の、ま、公園とかで話してる時にさ、うん、なんかちょっと茶化したりするじゃないですか、うん、いじったりした時に真顔でヒイラギさん中指スッってめっちゃ綺麗な指立ててくんのよ。それがめっちゃ好きで、私それが見たくてちょっと意地悪してるみたいなとこもある。うわぁ、遊ばれてんじゃん。遊ばれて、女に遊ばれるのは光栄だろ。ご褒美ってご褒美、ありがとう。どうしよう、あっち感謝、圧倒的感謝。撃たれてる。はっ、えっ、すごい静かだったよ今。こんな一瞬で死ぬ M27 で体力マックス。あっ、はっ、あ、なるほど。あっ、なんかこれ、あれなんかすごいねー、すごい上手い人がいます、もしかして。えー、やー強いねー、こけんの早いえ、マジで瞬時でしたね今。全部ヘッドだったよ音的に。完全行こう、うん、あっ、あ、これやってますね、やってますね、完全に。やっ、あー、やってんなこれ、やってんなこ れ, これ。でも嫌なことがあった時は自転車乗らないか。確かに。よし、じゃあこれから集合して、ばっこり、2、30キロ走っていきたいと思います。ご飯食べてお尻じゃんけんしようね、ヒラギさん。絶対嫌だマジで。皆さん、僕じゃんけんで負けておごらされまくってて、お金ないんで、ぜひとも、動画高評価、お願いします。お願いします。バーイバーイ。